エランゲルに隕石が落ちまして、味方ですらもこれはちょっとすごすぎるんだよな。はい、どうもこんにちは、マガレツです。今日なんですけれども PUBG モバイルやっていこうと思うんですが、本日は今後 PUBG モバイルに来るアップデート情報をお伝えしていこうと思います。今回ですね、なんと PUBG モバイルの中国版の方に実装テストされておりますグライダー、そして C4、 そしてモシンナガンなどなどいろいろね追加されておりまして、実際にこの映像とかもね公開されておりましてですね、僕も実際スマートフォンのねゲーミングスマホの方でプレイをしてきました。その感想なりね、皆さんに今後何がどう追加されていくのかっていうのをねちょっとお伝えできればなと思います。それでは最初にこちらご覧ください。はい、これがですねグライダーなんですけれども、まずモーターグライダーには座席が2つありまして、1つはパイロット用、もう1つは後部座席は銃を撃ち様々な武器を使うことができる仲間用として使えるっていう。おいおいちょっと待てよ、ダメだろそれ、ちょっと待って、すいませんでした。モーターグライダーはですね、マップ上のランダムな場所にスポーンされまして、離陸するときは十分に加速をしてピッチを上げてから空高く飛び上がるみたいな感じの乗り物となってます。モーターグライダーの、まあ、燃料消費率っていうのがありまして、エンジン速度に関係してるんですね。それが速度を上げれば上げるほど、まあ、燃料消費も速くなるっていう感じですね。まあ、これはあれですね、車と一緒ですね。車も、まあ、ターボつけて速く走ればガソリンの消費量って上がるじゃないですか。それと同じだと思っていただければいいかなと思います。で、一応これ PC 版なんですけど、到達高度には一応限界はないんですよ。いくらでも上に上がれると。ただ高度が上がれば上がるほどエンジンのパワーは失われていくので、まあ言うて限界はあるのかなっていう感じですね。まあ、上にはかなり上げられますよっていう感じです。ただ飛び降りるとパラシュートとか開けないので、そこは安全にね、着陸して、しっかりと降りなければいけないっていうものになってます。で、耐久値的には結構車よりもすぐ壊れちゃいます。なのでバイクとか三輪バイクぐらいだと思ってもらった方がいいんじゃないかなって思いますね。ただやっぱりグライダーが出たことによって、まあ、立ち回りは変わると思いますし、まあ、簡単に裏取りができてしまったりとか、すぐにその安全地帯に行くことができるっていうのがあると思うんですよ。今までガソリンがなくなったなと思ったら車を探してたんですけど、今度グライダーがあったっていうことになると、まあ、4人いれば2人しか乗れないしとか、まあ、いろいろ変わってきてしまうことではあるんですけれども、まあ、今までとはちょっと違う立ち回りもできるんじゃないかなと。面白みがあるよねこれはね。まあ、基本的にはこう縦横無尽に駆け巡ってエランゲルとかミラマーの上空を探索することができるものになってます。基本的にはエランゲルとミラマーかな、確かこれ実装されるのが。なのでこの2つのマップでは確実に実装されている形になりますので、ぜひ実装されたら皆さんもねチームの方々とね一緒に使って楽しんでみてはいかがでしょうか。で、一応こちらがそのグライダーがあったというところのマップのねところにちょっとマークがしてあると思うんですけど、ここにグライダーがあったんですよ。これが一応確定脇ではないです。なので、まあ大体この辺にあるんじゃないかと思っていただければいいんじゃないかなと思います。ただ、ポチンキの周りにはあんまりなかったイメージなんで、まあポチンキ以外のところの、そういう道路ですとか、通常車があったような場所に置いてあるという形で認識してもらったら、すぐ見つけられるんじゃないかなと思います。ただね、やっぱりランダムなんで、ここは確実性はないので、まあ大体こういうところにあるんだなと見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、お次こちら、モシンナガン、追加されます。7.62mm 弾を使用するモシンナガン、単発 SR、AR と同じようなコッキングをして、一発一発撃っていくっていうスナイパーライフルになるんですけども、この銃がむちゃくちゃかっこいいですね、モシンナガン。まあ、モシンナガンは、まあ、PC 版ではエランゲルとビケンディにスポーンされて通常スポーンになってます。補給物資とかではありません。過去の新武器とは多少違った形でアップデートされて入ってくるんですけど、これどういうことかっていうと、モシンナガンの性能、使用する弾薬、アタッチメント全ての、既存のカート全く同じになります。なので威力高も全く同じなんですよ。だからカーを使おうがモシンナガンを使おうが弾速、弾薬、装填する弾の数とかアタッチメント全く変わりません。ただ一つだけ変わるのが、モシンナガンとカーの違うところ、外見とサウンドが変わってると。ちょっと乾いたような音を出すのがモシンナガンで、ちょっと甲高い音を出すのが、カーということで、ちょっとそこだけが違うのかなっていう形になってます。なので、まあ、これは、まあ、間違いなく自分の好きなものを使えばいいと思います。カードね、どっちか
選ぶのであれば。で、僕個人的にの話なんですけども、僕はモシンナガンが好きなのでモシンナガンを使いますよっていう感じですね。まあカーもね今まで好きだったんですけど、やっぱりモシンナガン新しいの出たらねちょっと使いたくなっちゃうじゃないですか。なのでちょっと今回はモシンナガンを使っていこうかなっていうのが僕の気持ちですね。はい、今回のアップデートでは。さあお次行きましょう。続いてはこちら、はい、 C4 ということで C4 が登場します。なんと今まで PC 版にしかなかった C4 が登場するということで、かなりの威力を誇ります。家の中に敵がいたとしても外に C4 を設置すると、その家の中の人たちって倒されてしまうんですよ。ちょっと離れたところにいるだけでも爆発威力で死んでしまうので、ものすごく気をつけて使わないといけない。仲間たちもね近くにいたらすぐ気絶してしまったり、自分も近くにいれば気絶してしまったり死んでしまったりってことは簡単に容易にあるので、この C4 の使い方っていうのはここぞという時に使うのが一番いいんじゃないかと言われてます。まあ家の中でこもってたりする敵がいるじゃないですか。そういう敵に外から C4 を投げて爆発させて C4 でその敵を倒すという形になってますんで、かなりの威力を誇る武器になっております。まあこれ見てても分かる通り相当な威力ですよね。まあ車がこれ2つあったとしても、2番さん4番さんってむちゃくちゃ遠くにいるじゃないですか。そんな遠くにいるその味方ですらも爆発で2番さんの距離だったら倒れてしまうという感じなんですよね。これはちょっとすごすぎるんだよな。威力が強いので本当に使い方には注意して使っていただければなと思います。でこうやってね車にくっつけて、まあ、爆発させることもできるということなので、そういうね使い勝手もいろいろありますんで、それは皆さん多様に使っていただけたらなと思います。さあ続いてラストの情報をお伝えしていこうと思います。こちらですね、なんとエランゲルに隕石が落ちまして、ゾンビモードが実装されるそうです。まあこれはもしかしたらちょっとね確実ではないので中国版限定かもしれませんが、新ゾンビモードがまた追加されるらしくって、今までのゾンビモードとはちょっと違った難しいモードとなっており、4人で協力してそのゾンビを倒していくっていうモードになってるそうです。ただこれはまあ先ほども言った通りちょっとね中国版限定のものになりうるので、まあここはちょっと確実ではないので、まあただでも似たようなものはねなんかね出せそうな気はしますんで、まあこういうね PVE モードみたいなのももしかしたら実装されるかもしれないという情報でした。はい、じゃあということで本日はこのようなアップデート情報のお話をさせていただきました。まとめますと、まず一つはグライダーが実装されるということは確実になりました。二つ目、モシンナガン新武器ですね、 SR が追加されることが確実になりました。三つ目、 C4 が、確実にモバイル版にも実装されるということが決まりました。そして四つ目が新モードが来るのかもしれないということが分かりましたね。はい、じゃあということで皆さんこちらのアップデート情報いかがだったでしょうか。まあこういうね新武器や新モードだったり新要素新車両か、こういうのがねどんどんね追加されることによってゲームをね長く続ける意味にもなってくると思います。モチベーションがないという方もね結構僕の視聴者の方ではいるんで、まあモチベーションなんてねないんでゲームやったらいいんじゃないかなと思うんですけど俺はモチベーションがないっていうんでアップデートねどんどんね出していっていただけたらなと思います。はい、ということで、この情報何か役に立ったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録高評価グッドボタン押していただけると嬉しいです。グッドボタンねいっぱい押していただけると僕もねこういう新情報をねどんどんね発信しようと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画生放送でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。